はい、どうもこんにちは、ジーです。早速リアタイやっていこうと思います。いや、リアタイの新シリーズが始まってからなんですけど、まだね11戦かなしかできてなくて、全然できてないんですよね。もっとリアタイやりたいですね。はいはい、ボールシンガー OK。 とりあえずは本当に早くプラチナ3まで上がらないといけないですね。いや、リアタイがあんまりできないと、まあ、ブランクみたいな感じになりそうだなと思うんですけど、意外と感覚はねやっぱ残るんですよね。ただ緊張はしますね、やっぱり。侍ジャパンの秋山さんいいっすね。一番秋山さんもいいですよね。最初は変化球できました。スプリットを見逃した。どーっとずれたもう一球いこうかな。あー、すごいな、あんなに外れちゃうか。よしよし、いいとこいった。コントロールが怖いっすね。さすがにデッドボールみたいな感じにはならないですけど、これも、あ、これは、あ、すごいずれた。あ、いや、よかった、振ってくれて。あそこのコースがボール球になると、どうしても、まあ、ここら辺でも真ん中に行くとね怖いんで、やっぱどうしても端っこには寄せたいんですよね。これぐらいかな。あー、すごいちょうどいいですね。わお。逆にこういうカーブ系もダメか。そっか、ずれるな。もう1球いきますか。外れないでほしい。よし、あー怖い。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど、やべ、うーわうーわー、今のは僕が悪いですね。自分が悪いです。マジか。まあリアルでいいですけどね、こういう方が。ランナーに神経を使いながらの投球になります。ランナースタート。おー、いいとこで走ってきますね。そっか、外れちゃうかな。大丈夫だ、これ振ってほしいけど振らないかな。よし、あー、よかった。さあ、これからライオンズが、こうなるとやっぱり制球は80は欲しいですよね。 A は欲しいところですよね。バッターはいいですか。さあ、ボルシンガーは基本ツーシーム狙いの、縦スラが甘く来たらそれもこういうボールですね、狙いに行くとか。スラカットはそんなに気にしなくてもいいかな。あとは今みたいなカーブは見逃しながらやるのもありかなとは思います。よし、これが2球目。西さん、バッターの山田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって。うわー、飛んだ、ナイス。すげー、打った瞬間わかるみたいな。打球の速さが半端じゃなかったですね。打球速度とかなんか出ないですかね。あ、早かった。そういうのあるとちょっと面白そうですね、初速みたいな。なんか確かメジャーだとそういうのありますよね。早かったか。うわ、待てなかった。
からのストレートとか違った振っちゃったすげえギータシフト。まあ、撮影外でも少しリアタイはしてたんですけどあんまりできなかったんでね。わお振り遅れました。もう一本打ちたいですね。うん、いや今のはよく見ましたね。はい、ナイスです。待ってましたそのボール。え、今ので144メートルか。そっか、変化量マイナス1。あーマイナス1だはい、ということはピッチャーもやっぱりある程度特訓もしていかないと厳しいですね今後は。ここでファイターズ守備を変えてきました。ついに最終回を迎えました。追いかけるライオンズの攻撃、バッターは DH 大島。ファイターズリードで迎える最終回です。さあ小宮山さん、うわナイス、守るべくしっかり抑えていきたいですね。ピッチャーも最後まで気が抜けないと思いますよ。そうですね、いいですね。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。もう一球いきますか。よし、あ危ない危ない。打順は6番ウィーラー、金子千尋、まずは先頭バッターを打ち取っています。うわいいとこ球目よし、バッターは7番に入っているロペス。ツーアウトランナーありません。どうしよっかな。危ねいや、 やっぱストレートが一番ずれますね。どう考えても一番ずれる。3球目は何で来るか。惜しいですね。はい、4球目は何で来るか。うわ振らない、すごいな。あー外れたバッターボックスは8番糸井。フォアボールのランナーが出ています。おお危ねえ。さてこの糸井どういうバッターなんでしょうか。まあパワー、これはどうだろう。ああ素晴らしいバッターですね。ああそうです。あスタミナが減るのは早いですね。修正が入るんでしたっけ。これやばいっすね。よし、あうわナイス、あぶねえはい、ということで結構いい調子でしたね。2試合目行こうと思います。メッセンジャーか、OK。北海道日本ハムファイターズ対阪神タイガースのゲームを解説は小宮山悟さん、西田さんのお願いします。いやどうせならこの球場じゃない方がいいですね。どうぞよろしくお願いします。どうせなら新しい球場でやりたいですけど、ハマスタでやりたいな。外の球場が好きです。初球は何で来るか。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。どうしよっかな、何使おう。ああよかった、
っている山田山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。うん、いい球ですね。ええ、変化球インコース。ここは少し外しながら行きますか。低めの変化球はもう1球行きたい。ボール球を振らしたいところですね。ああよかった、ナイス。バッターは3番の丸。ツーアウトランナーありません。これも入んないかな。あーギリ入った。逆にいいとこ行きましたね。どう攻略していくか。あーボールですか。はい、変化球わずかに外れました。次が4球目。うわナイス。さあこれからタイガースが守りに入ります。そしていやそういえば前の動画でも話しましたけども、西川さんがなんかね外野正面のなんかそういうのが減りましたね、感覚的には。だから球種があんまりわからない。チェンジアップかな。あ、スプリットか。オッケー。あとはカーブとストレートかな。膝元をつきましたが外れました。あ、あれがスライダーか。1球目が。オッケー。はい。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。平行カウント。釣り玉でしたね。なんかメッセンジャーあれっすね。ストレート早いっすね。何で来る？ストレートか。違った。いやー西川さんがいいね本当。1回前はちょっと外そうかななんて考えてましたけど、復活してきましたね。意外と落ちますねこのスプリットが。うわやべ。バッターボックスには柳田が入っています。特殊能力が出ないですね。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。振り遅れました。いやーいいとこっすね。ちょっと今のは振りに行けなかったっすね。あ、ボール球だ。うわボール球ですよ今の。飛びすぎじゃないですかね。え、あ、ようやく特殊能力が。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。見ました、ボールです。インコース、スライダー決まります。外野前進のままなんで外野に飛ばしたいですね。ナイス、ツーベース。ファイターズ。いやこうなると吉田さんをどこで代打で出すかっていうのもちょっと重要になってきそうな感じするんですよね。福山さんか。ツーシームですね、強いんで。あ、すあ変化量マイナス1か。え、さっきのは違いますよね多分。あれどっちだろう、分かんなくなっちゃった。追加点のチャンスを迎えています。外へのスライダー、ここは極めています。太田大志さんで一発打ちたい。ここは見送ります。ボールが3つになります。よし、変化量マイナス1であのツーシームですからね。やばい、めっちゃ動きます。今ここは繋
これでボールですからね、ここら辺か。すごいな。新庄さん今ストライクの反応してましたよ。え、ストライクかと思った。あいやすごいですね、やっぱツーシームが強い。ここでファイターズ守備を変えてきました。ついに最終回を迎えました。追いかけるタイガースの攻撃。王さんは怖いな、ちょっと。ファイターズリードで迎える最終回です。さあ小宮山さん、リードでベクしっかり抑えていきたいですね。ピッチャーも最後まで気が抜けないと思いますよ。いや、いいとこ入りますね。ストレートと間違って、あ、やばい、ナイス。バッターボックスには指名打者の落合。王さんに続いて落合さん、やばいな。よし、得意のボールでストライクを取りました。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ。うわー、原さん原強。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。初球ボール、やべ、あー抜けちゃったか。バッターは7番に入っている糸井。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。最初は変化球、連続でいきますか。連続で、よし、 OK、 ありがとうございました。見事な完封で白星を挙げました。日本ハムファイターズが相手打線、よし、なかなかいい感じですね。それでは3試合目ラストですね、いきます。打率がほんの少し上がりましたね。広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊さんお願いします。実況は三橋大輔で。甲子園か、いいね。どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはカープの先発。さあ則本さん打てるかな。甲子園ちょっと微妙に逆に見づらいんだよな。あ、詰まった、危ねえ。ここは2球目で走ろうかな。もし1球目打ちやすいボール来たら行きたいですけど、どうしよう。ここも危ないかな。いかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線これ危ないかな。注目です。走ってきた。よし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 、アップね、かっこいい。さあ勝負してくるのか。わお。打った瞬間半端ね。すみません、ちょっと今のサムネで使いたいですね。 OK。 初球わずかに外れてボール。155キロがいきなり出ました。ボールになります。ボール先行です。あれも多分入れてるんでしょうね。入れて外して、あの外れちゃってるっていう感じですかね。え、アウトか、珍しい。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の吉田。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。危ねえ。甲子園なんかすごい残像が見えますね、カーソルの。あう、気のせいかな、こんなもんかな。バッターは5番ロペス。ファイターズこの回先制となるツーランホームランが出ています。初球ボール、うん、今のはバッターよく見ましたよね。ボール先行です。
あ、早い。うう、入ってるか。すげえ、線の上。ここは落としてきました。3ボール2ストライク。あー、詰まってますね。はい、ここでファイターズ守備を変えてきました。さあ、これからファイターズが守りに入ります。そしてバッターは筒香。いきなり、え、1番筒香さん、マジっすか。おう、もう一球行こうかな。振らないでほしい、お願い。よし、あっという間に2ストライクです。打ちました。あ、抜けちゃうか。最近前か、まあ、だいぶ前か、あのボール最近好きなんですよね。ここら辺から曲げるスライダーっていう。外れた。ゲッツ欲しいですね、低めで。よし、ナイス。ここはスライダーですね。いつか振ると信じて。やば、甘、あぶね。OK、ファイターズの攻撃。6番バッターマイナス1。 OK、 ファイターズリードで迎える最終回です。打ちました。いや、入る。おお、あの一番距離がないところ、ホームランなりやすいところでしたね。ようやく1本出ました。あ、前も打ったっけ、どうだったっけ。あ、よく見ましたね。あれ、縦スラありましたっけ。あ、ボール球だった。縦スラなんかそんなイメージがなかったですけど。いやー、これも早い。うお、入らないか。坂本さんもシリーズ1いるんですけど、まだちょっと育成が全然進んでなくて、そのうち新しくなるかなとは思うんですけどね。ヒースはツーシームかな、あれがスライダーかどうかが分かんない。どうなんだろう、まあ、反応打ちですね。あお、一応見ときますか。スライダー OK。 スプリットもあるだと知らなかった。ああ。いや、もったいないな、さっきからスライダーが。うおー、ボール球、危ねえ。なるほど、さあ何を選択してくるか。当てれました、150キロ。次が4球目。いい選球眼を持ってますね。そうですね。うわー、入ってたか。いや、低め入ってないかなと思いました。うまいっす。カープ最後の攻撃になります。鈴木が打席に入ります。ファイターズリードで迎える最終回です。さあ、小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ピッチャーも最後まで気が抜けないと思いますよ。やばい。バティスタが入ります。バティスタか。ここは絶対に打たれるわけにはいきませんから、高いかな。全力で抑えに行ってほしいですね。危ね。この場面で
今のサード投げたら間に合ってないのかな。無理だよな。バッターボックスには代打のビシエド。小宮山さん、なんとかしのぎたいですね。こういう場面はしっかり抑えたいですよ。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。わお。最初は変化球。あ、ここは前進守備でいきますか。ああ、行かれたー。あぶねー。ああ、ダメだった。あの距離でも無理だよな。タッチアップはしますよね。よし。OK です。ありがとうございました。ということでここまでとなります。ご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。